今日の活動は愛知工業大学名電高校の生徒が中心となり行われました。生徒らは警察官らとともにオーバードーズの危険性を訴えるチラシを駅の利用者などに配り注意を呼びかけていました。配ったチラシにはオーバードーズで依存症になったり死亡したりする危険性が書かれています。近年オーバードーズは社会問題化していて、名古屋市消防局がオーバードーズ関連で救急搬送した件数は2019年に284件だったのが、この5年間でおよそ2倍に増加しています。薬の過剰摂取によってやっぱ体の状態が危険になってしまうので、それを気をつけてほしいなって思いました。